ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV、本日はですね、柔道の歴史をちょっと語ってみたいと思います。京都にはですね、武徳館といいましてですね、弘道館と向こう春団体があったんですが、今も弘道館に集中されております。で、私年末申しましたように、いろいろトラブルを起こしましてですね、略式起訴されて、それに対してミニ訴訟を起こすのに資金いるんですね。いろいろ頼んでいた中で気持ちよく貸し付けてくれた、元ボクサーがおります。井川亮太君と言います。井川君はですね、西日本ミドル級新人王で、私がちょっとボクシングのアシストというかですね、しまして、新人王になったと。その後ですね、空手もやってたそうで、キックボクシングで昨年も37か8にしてチャンピオンになったんやけれども、グロリングには上がらないということで、柔道もしていたということで、初段でこの2段取りたいんだというふうなことを聞きました。で、私と言いましたら、13歳の時に柔道初段取りました。第4回、中学柔道全国大会の5人戦で大勝でして、全国ベスト8まで行っております。で、特待を断ったということで、高校は何もせずですね、大学の時に極真会館アジャラ道場でですね、初段まで取りまして、指導員をしていたと。その後ですね、ボクシング、これを極真からでも顔面バンジー実際しませんからね、我々の時は張り手はありましたですけども、小手は、それじゃダメだと思ってボクシングに興味を持って、いろいろ技を探っていたところですね、38から48まで、プロボクシング、新興大阪ジム、大阪新興ジムでですね、マネージャーをしておりましてですね、日本チャンピオンになりました、日本ミドル級チャンピオンになりました、鈴木哲也君とですね、金メダルや世界王者を取りました村田亮太君ですね、彼が中学の時面倒を見てまして、よく新興ジムに高校や大学も帰ってきてましたということでですね、私の体つきからしてまして、柔道が一番、合ってると思うんですが、最終的に指導というか、そういう実績を上げたのはボクシングであってですね、まあ一部極真空手もやっていたけれども、柔道分かりませんのでね、どうして指導していいか、いろいろ声かけてましたが、もうガタガタガタ、武道選手も何もありませんわ、ほんま。あれじゃダメです。ということでですね、井川君と二人で話しまして、私も13歳で、13歳から賞状もらわれないんですよ。で、14歳で、賞状もって、それが1973年の4月12日だということが分かりました。弘道館のですね、大阪弘道館のセンターに問い合わせてですね、東京の弘道館に聞きましたら、それが分かったということですね、今年ですね、4月以降です、年度が変わってから受けれますよということで、もう一度柔道というのを一から勉強してですね、本来の柔道をこう続き止めていきたいということです。柔道というのはですね、加納治五郎が1882年にですね、天心信用流とですね、祈祷流を取り入れてですね、他をですね、道教の精神です、道という精神を入れて柔術から柔道にしたということです。精力全用ですね、自他共栄というのが掲げられておりましてですね、危険な技を禁じてですね、乱取りを取り入れて技を磨いたということですが、私がまだ中学で柔道してる頃は
少し武道的な要素も残っておりましたけれど、だん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 忘れて、確かにその和田は強いかもしれませんが、あれじゃ実戦で勝てませんわね。で、もともとのその定子信用流なんかは当て身が基本やったらそうです。正田剛造さんですね、合気道の当て身しますわね。これもありやいうことで、柔道ではね、それを伏しでやっているということでですね、それと一本押さえ込みで締め技、関節技でね、チョークサブミッション、これ今一本で言うのも片付いたら一本と思ってんちゃいますが、違いますからね、畳じゃなしに、一般の道でですね、ガーンと投げたらですね、もう意識を失うようなのが一本です。片付いたら一本ちゃいます。それとですね、抑え込みというのはですね、30秒で、今何秒なんてんか知りませんけど、30秒抑え込んでる間にですね、武士ですからね、駆護足です。脇先があって、 脇出しで首のとどめをさせる長さいうのは30秒ということです。もちろん締めたら死んでしまいますし、サブミッションしてですね、関節取ったらあと、死に痛め、痛らしめますわね。格闘技、武道というのは生死をかけるものです。ですから、あと、さっき言いましょうか、これ郷の木村正彦さんですね、彼がやっていたのは、負けたらですね、腹を切るということでですね、勝負は生死であるというふうに言ってたそうです。で、非常に目指すべきというのはですね、銃ですね、柔らかさの三胸弓道銃弾というのがおられます。私、服作ってる時にドレスを札幌で作ってましたんで、岩手でですね、私応援してました森山愛子さんのコンサートがあるということで、ずっと降りていきまして、岩手の三船弓道記念館に行ったことがあります。彼の柔道を見たら、今の柔道と全然違います。まあ、どちらかといえば合気道の正田剛造さんの合気道とかですね、上島森英さんの合気道とか、それに近いということです。で、その後、木村の前に木村なく、木村の後に木村なしと言われたのが木村正彦さんです。彼はグレイシーですね、グレイシーのお父さんに、ブラジルまで行って、バリツードで戦っております。バリツードできなかったら柔道じゃないんです。ですから、医学が我々のようにですね、当て身もきちっとできなかったらダメだということなんですね。で、私の中学時代ですね、先生はですね、東京五輪で何年か前、3年前のと違いますよ、東京五輪の中量級のチャンピオンになった岡野勲さんですね、この方の辞典の上野十字の先生という方に教わります。話聞いたら亡くなられたそうです。で、非常にまだ5に近いですけれども、非常にスピードのある中量級で、無差別級の全日本大会ですね、4月25日の五輪2回も取ってる方です。で、非常に素晴らしい柔道を僕は教えてもらったと思ってですね、2人で一緒に研究していこうと思っております。私65です、まだまだやります、なので負けませんからね。ということで、最終的には今日も歌を歌いたいと思います。美空ひばりさんの柔らですね、この歌詞を聴いていただいたらですね、美空ひばりさんはこう手渡らしたりしますわね。そういうことなんですね、いや柔道というのは。じゃあ最後に歌います。関澤真一さん作詞、古賀政男さん作曲です。これレコード大賞の歌やと思いますね。勝つと思うな、思えば負けよ、負けてもともとこの胸の
僕に生きてる柔らの夢が一生一度待てなり望みもあるが捨てて立つ背を声もするせめて今宵は人間らしく恋の涙を噛みしめる口で言うより手の方が早いバカを相手の時じゃない行くも止まるも座るも伏すも柔ら一筋柔ら一筋ああ夜が明ける失礼しました。この間に最初ですね前奏と尺八の音が素晴らしいです。フランス人なんか大好きでしょうね。フランス人は柔道人口日本の3倍いますからね。負けますもん。もう仕方ないですね。日本人も大和心というのをもう一度取り戻して、まあ一回みんな、もうなんかで原爆に戻されて、なんかもう一回一からやった方がいいかもしれませんね。もう悲しく思います。本日はここまでにさせていただきます。明日また何か発信できたらと思っております。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。